はい、湘南で唯一の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日はですね、腰痛のない生活を実現させるための方法についてですね、お話しさせていただければと思います。はい、本日のお話はですね、当院のですね、考え方というかですね、治療方針の肝となる部分ですので、ぜひですね、最後までご覧いただければと思います。はい、まずですね、腰痛のない生活というのはですね、腰痛があって治療をしてもらって痛みが楽になって、また腰痛になって戻ってきてっていうことを繰り返すっていうのは、腰痛のない生活とは言えないですよね。施術をして痛みが戻ってこない状態っていうことですね。痛みが戻ってこないで腰のことを何も気にせずですね、今まで我慢してたことを思いっきりできる生活っていうのがですね、腰痛のない生活というかですね、一番大切なことになるっていうふうに私は考えています。はい、それを実現させるための方法というお話なんですけども、痛みの改善はですね、これは当然ですね。はい、当院ではこれは通過点ですよっていうふうにお伝えしてます。第一段階ですっていうふうにお伝えしてます。これはですね、第一段階なんですね。はい、ほとんどの患者様はですね、この痛みの改善ができれば治ったなっていうふうに思われている方がですね、多いんですけども、これっていうのは第一段階になります。はい、要はですね、いつもお話することなんですけども、腰に痛みがあるっていうのは、腰以外のところが硬くなっていますよっていうお話をさせていただいてます。例えば、いつも例にとるのは股関節ですよね。股関節が硬くなってしまって、例えば前にかがむ動作で股関節が動かなかったらですね、じゃあどこが動くんですかっていうと、腰がですね、動きすぎてしまうんですね。それによってこうズンとぶつかってしまって、腰にグッと痛みが出てきてしまうんですね。股関節だけではなくて、肩甲骨だったりとかですね、首だったりとか、お腹の筋肉が硬くなることによっても腰が動きすぎてしまって痛みが出てしまうわけですから、まずそこの硬さを取るっていうことが第一段階、痛みの改善というふうにつながっていきます。それは私たちの仕事ではありますので、そこをしっかりですね、硬くさを取ってあげて、原因をまず見つけてですね、はい、検査をして見つけて硬さを取って痛みの改善というふうになるんですけども、そこで終わってしまうとですね、必ず痛みって戻ってくるんですね。なんでかというと、じゃあなんで股関節が硬くなったり、お腹が硬くなったりとかですね、肩甲骨が硬くなったり、首が硬くなったのかっていうことを考えていかないとですね、また硬くしますよね。はい、そのためにですね、この段階ではご自身でできるストレッチっていうのをですね、お伝えしています。はい、硬さをですね、戻さないようにしていただきたいので、その原因となる場所のストレッチっていうのをですね、お伝えしています。それによって硬さが戻らない状態でまた次の施術に戻ってきてくれますよね。はい、でこれでストレッチをしてキープすることはできるかもしれないんですけど、そうするとずっとストレッチしなくちゃいけないんですね。それも大変ですよね。なのでこの痛みの出ない体づくりというのは、ストレッチする必要さえもなくなるっていう段階になります。これ第二段階って呼んでます。第二段階というのはですね、ではじゃあなんでストレッチする必要があるかというと、筋肉が硬くなってしまうわけですよね。じゃあなんで筋肉が硬くなってしまうかというと、前回の動画でもお伝えしたんですけど、無駄に使ってしまっているわけですね。はい、骨に乗った状態、しっかりいい姿勢を作った状態で立ったり座ったりとかしていればですね、筋肉って無駄に疲れないです。そうするとストレッチを無駄にする必要がなくなるわけですね。なのでですね、第2段階では姿勢の改善というのをですね、重点的に行っていきます。はい、姿勢の改善ですね。姿勢の改善というのもですね、簡単にはなかなか説明できなくてですね、ただこう胸を思いっきり張った姿勢っていうのがいい姿勢だって勘違いされてる方
多いんですけども、そうすると腰が無駄に反ってしまったりとか、そうするとまた腰が僕ぶつかっちゃったりしますよね、はい。まあ、簡単にお伝えすると、頭とですね骨盤とかかとがですね一直線になった姿勢になります。はい、そうですね、姿勢の詳しいやり方についてはまた別の動画で説明させていただくんですけども、今回お伝えしたいのは、姿勢をですね、正しい姿勢を作ることによって筋肉の疲労がですね回避できますので、それによってストレッチする必要さえもなくなってくるということですね。なのでですね、最終的にはこういったところを完成しないとですね、またこっちに戻ってしまうわけですね。逆に言うと、第一段階がないと第二段階もないっていうことです。はい、まあ、姿勢を正すっていうことはですね、今までこう固まっていた人がこうするわけですから、初めからじゃあいい姿勢にすればいいんだなっていうことでですね、この状態の人がこういう状態にすればいいっていうふうに思われる方いらっしゃるんで、それってね無理です。なんでかというと、じゃあなんでこういう姿勢になったかっていうと、こういう筋肉が硬かったりとかですね、これ脇の下が硬かったりとか、お尻の筋肉が硬いからこう前にかがんでしまって上半身も傾いてしまったりとか、筋肉の硬さっていうのがまず悪い姿勢の原因にありますので、この硬さを取ってあげないといい姿勢って作れないですよね。結構いい姿勢がこう辛いですっていうふうに思われる方、おっしゃる方いらっしゃるんです。それはそういうことで、硬くなっちゃってるからいい姿勢が取りづらくなります。でも硬さを取ってあげればですね、いい姿勢って意外と楽だったりするんですね。あ、意外と楽ですっていうふうにおっしゃって、それは第一段階が終わられた方はですね、第二段階のいい姿勢をお伝えすると楽に感じます。なので最初から第二段階の姿勢を作るっていうのは、まあ、不可能ですし、遠回りになってしまいますので、第一段階があって第二段階で、第二段階で姿勢をですね完成させてしまえばですね、こういったところの痛みの原因としての硬さっていうのができなくなりますので、痛みが戻ってこない、まあ、腰痛のない生活っていうのが実現できるわけですね。はい、なのでですね、当院で一番実は重視しているのが、痛みの改善はもちろん当たり前です。それは私たちの仕事ですので、それで痛み、硬さを次までに硬さを戻ってきて、戻してこないためのストレッチをお伝えすることと、ある程度柔らかくなってきたら、どんどん姿勢っていうのをですね、お伝えして指導していきます。はい。その姿勢を改善することによって、もちろん見た目も良くなりますし、無駄な筋肉のですね、疲労が起こらなくなってきますので、疲れなくなりますね。歩いても立ってても全然疲れなくなります。そういったですね、その方に合ったというかですね、正しい姿勢の作り方っていうのをですね、とてもしつこくというかですね、はい、細かく当院ではお伝えしていますので、そういった意味で第一段階第二段階を経ることによってですね、最終的に腰痛のない生活を実現させることができるわけですね。そうするとですね、通う必要なくなりますよね。なので当院では通ってくださいっていうことはですね、お伝えしないです。卒業してくださいっていうふうに最初にお伝えするので、皆さんこれをですね、ぜひ覚えていただいて、一生通い続けなきゃいけないとかですね、そういった勘違いはしていただきたくないんですね。卒業していただいて、かつ周りの方にもですね、それを教えてあげてください。そうすることによって、私の、まあ、夢であるですね、まあ、湘南の腰痛をなくしたいっていう夢があるんですけども、まあ、その先には神奈川、日本っていうふうに広がっていきたいなって思ってるんですけども、皆さんがこれをですね、知ることによって、通う必要ないですし、その時間とかお金ですね、使っていたお金を他に使うことができますよね。それが、まあ、私の使命だと思っておりますので、こういったところですね、ぜひ知っていただければと思います。はい、長くなってしまいましたが、本日はですね、まあ、腰痛のない生活をですね、実現させる方法についてお話しさせていただきました。そうですね。まあ、腰痛でお困りの方ですね、無料相談、メールでの無料相談を行っておりますので、はい、遠慮なくですね、下にリンク貼っておきますので、ご質問ください。無料でお答えします。またですね、日々このように腰痛の改善のためのヒントだったり、アイデアですね、配信しておりますので、ぜひチャンネル登録していただいてですね、はい、お見逃しないようにしていただければと思います。
本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。